フォートン軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は36,628人であり、2000年の36,016人から1.7%増加した。軍庁所在地はフォートン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フォートン軍はキーウィーノー軍と共にフォートン小都市圏を構成している。 19世紀後半から20世紀初めにかけて、軍内では、銅の工業が栄えたので、一部は、カッパーアイランドと呼ばれることもある。ホートン軍は1843年に設立され、1846年に組織化され、さらに1848年に再編成された。軍名は、地質学者のダグラス・ホートンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は千五百一点五六平方マイルであり、このうち陸地千十一1 7 2平方マイル、水域は四百4 8 9八四平方マイルで、水域率は三十二二六パーセントである。ホートン軍から出土した古い自然道標本。十九世紀後半から二十世紀初めにかけて、軍内では銅の工業が栄えた法定自称公共が法定自行にかかり、 ハンコックとホートンを結び、ポーテージ湖はアッパー半島全体を横切る川と運河の体系に入っている。ポーテージ昇降橋は世界一を目、また広いダブルデッキの垂直昇降橋である。中央景観の昇降量は100フィートあり、船舶を通すことができる。鉄道がキーウィーノーで切れているために、株川デッキは陶器にスノーモービルの交通に使われている。 キーウィーノー半島の北部と南部をつなぐ唯一の陸路となっているので重要である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、重要記録と資産記録の維持、公衆衛生規制の、軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。 ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。ホートン軍庁舎は北を向くホートンビレッジの崖の上に高く佇んでおり、法ー事項ーを見下ろしている。アメリカ合衆国歴史地区とアッパー半島の建物群に指定された。建設は1886年春に始まった。 1910年には監獄を入れるために北ウィングを増設し、1961年に監獄が廃止されるまで唯一の改修だった。新しい監獄は初めのものの隣に建設された。マイニングガゼット1886年7月25日版によれば正面のレンガに使われたものを除き建築材料はアッパー半島の3だった。ホートン軍は 下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。